お腹というか HP 弱いですけど。あ、これはなんだ。脳みそ大きくなった。喜んでる。うん、ちょっと可愛くなってきました。3匹目の仲間が追加できるようになったって。いいんじゃない？あそこ いがみ合ってますよ。かっこいいなあ、あっちの敵は。あそこ、はい、いやー強っ。見てこれ224って。ちょっと手も足も出ない良さなんですけど足も出ない。もうちょっと前の弱いやつらのとこ行こうかな。あそこにまだちょっと勝手なそう。あ、30はいけるのでは。ちょっと弱そうなのがいる。いますね。これ行く。きっしょ。こいつらはきっしょい。いや変わんない。見て。え？めっちゃ見た目のブサイクなやつだおる。待って。はい、まずいんじゃない？あ、え、あ、グリラー。さ、戻ってきました。グリラー。はい。お願いします。どっからだろう。進化するちょっと前だね。食べて食べて。ファイターとしようとしたら、ね、チューしちゃう多分先に。いったわ、はい、今気づいたけどだいぶ体でっかくない俺ら。そうです、なんかでかいと思いますね。あ、でエースとか、あの気持ち悪い体結構食傷気味なんですね。食べすぎて、食べすぎてっていうか見すぎて。おお、お体が弾んで、はい、ダンスプルプルして、プルプルして喜んで、いやーいわ、やったやった、頭大きかったよ、やった、はい、で仲間が増えると。あ、あれ勝ってる、有利。あと3ちょっと仲間がね邪魔でね、はいはい、殴りにくいんだよね。でも強いっすよ仲間。仲間は強い、はい。ただかなりあれですね、この画面が。あ、え、なんか後ろ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 。あ、え、フチャックってさっきなんかでかいやつ戦闘してたやつ。危ない。ま、まずい、これは強い。おお、え、一撃が重たい、こいつ。全員メロンにされた。2つの種族がねえ、ほふら、あれあれ、なんだ、うん、バイバイって。え、あ、これまた引っ越し、ちょっと待って待って、またえ、引っ越し、引っ越しかな。前のムービー俺も見てないんですよね。まあ、こんな感じだよ、こんな感じ、ほんとこのまま。あ、じゃあめちゃめちゃ引っ越しますね。そうです、新たな巣を確保してください。じゃあこいつ、こいつだけちょっと仲間にして。はいはい、え、ちょちょちょ、うん、すごいなんか痙攣してる。ああ、ね、痙攣して。はい、で新たな巣に。そう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 、でも新しい場所超強いんじゃないですか敵。
そうだね。あ、そこで、だからやっぱり。待って、あいつやばいっすよ。俺の250って。ああ。あれだ。巣に行った全員でかかっても。モモさん、あ、でもモモは好戦的じゃない。この見た目なのに。キモいよ。いや、これはもう、やばい。新しい数大丈夫なのかな。もうなんか50オーバーのやつばっかりですね。今ストップ言おうとしてた。ね、ちょっと気をつけながらパーツを拾いつつ目指したいかな、向こうまでだと。そうですね。あ、まずい。うわ、強い強い強い。逃げろ。え、なんかスローかけられてます。あっ、うまいこと逃げて、うまいこと。どこだ。待って、それ横待ったらダメ。あーあー、ジャクーン。いや植えられた。これあ、でもまだ待ってくれてる。次の巣まで行けるのかな。なんとか寄り道せずに逃げながら行くしかないですよ。あれ、なんかいつもより近い。拾わないとね、パーツを。あら、そうですね、乾燥。あれ、巣がなんかどっちだ。巣がさ、巣のナビゲーターがちょっとおかしいことに。やだー、毒持ってません。あー、ドット食らってますよ。毒食らってますよ。いやだ、助けてくれ。これやばいのでは。でも大丈夫、足速いから。意外と足は速くて、これ追いつかれないかも。そうですね、この体の割に足は速い、うん、どうなるのか、こっから。でも巣が見当たらないんだよな、全然。そうですね、違うのがいる。どっかこの辺のはずなんだけど、あ、ここじゃない？ここじゃない？ここだ。よかったー。いや、嬉しそうだ。でもここの周辺の敵どれくらいの強さなのか、なんだ？なんか出たね。はい。強さは気になりますね。あ、ちょっとなんかすぐ豪華に張ってません？心なしか。大きな巣になったのかな。ですか、なんか貝殻とか落ち葉とか散らばってますね。この辺のパーツ拾って、で、お待ちかねのね、はい、進化タイムにしましょう。いいですか。じゃあ、拾います。よし。なんかいますよ。こいつは倒した方がいいんじゃないですか、さすがに。やばいやばい、強そうこいつ。あ、逃げてる。ああ、あの見た目で逃げるのか。一匹やね。さて、あ、こいつ一匹倒しただけで 100DNA ポイント DNA ポイントもらえます。すごっ。ほんとだ、すごい。はぐれメタルみたいな感じ。よし、はぐれ系は倒す意味あるのか。はい、でもちょっと強いからね、どう見ても強い。そうですね、ちょっと HP の量がやばかったです。じゃあまたちょっと、じゃあお願いします。次はどんなのにします。強さが足りないですよ、僕らには。強さが、強さが足りない。はい、強さか。まあ確かにそこはちょっと感じてた。僕たちにも強さが必要だと。ここに来てなんか毒を使うやつらだとか、
ターンを持ってるやつら、あの辺のやつらを見ると特殊能力が必要です、僕らにも。特殊能力、特殊能力が、はい、はい、見た目はもう強さを重視していいっていうことで、まあ、ちょっとあの、ま、丸ちょっと見飽きましたね、丸は。そうだね、丸いのはね、はい、今度シャープなのにしようかな。じゃあそうです、シャープな、うん、かっこいい、なんかあのね、車みたいな。いや、今行ってみますよ、結構とりあえずね、適当に行ってます。はい、お願いします。はい、じゃあ一旦裏に。はい、じゃあやってきます。どうぞ。あの外見はまだいいですわ、はい、まあ鳥かな。そう、鳥っぽさが、まあ、コンセプトになってるのかなっていうのがあるんで、まだわかるんですけど、まずなんでこの内股なんですか。いや、この体を支えるために、はい、バランス重心を考えると、はいはい、どうしてもそうなっちゃう。こんななります。そうなんだよ、なんかね、はい、なんかおかしいんだよね、これが。ほらほら、どうして内股になっちゃうんだよ、これ。まっすぐできない。バグかな。バグかな。いやいやいや、取れちゃうんだもん、だって足が、ほら。バグってるのはあなたの頭ですよ。絶対だってこれおかしいですもん、って。関節部分があっておかしいでしょ。あ、いける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 。ほらほら、はい、ああ、じゃあよかった。いやいや、ストレッチする箇所がこれ変わっただけでしょうが。どうするどうしたらいいのこれ、じゃあ。やめて、その動き。これ俺なんでしょ。なんで恥ずかしも受けてるんですか、俺が。いや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 、ダメダメ、もう。何してるんですか。ガニ股よりはなんかこっちの方が良くない、うん、限度がありません。あ、でもこれだったらいい感じ。何がですか。え、角度が。はいはいはい。だっておかしいんだもん、これほら。あ、はい、こうか。こうしたらよかったのか。いやいや、これ見たことある。もうなんか M みたい、文字の。まあ、もっと普通に、はい。うん。足を短くする。ってどの辺？ってどの辺？足を短く。あの、自分の体を鏡で、はい。こう。あ、こう。あ、こう。あ、そうそう。あ、そうそうそう。いけた。あ、うん、全然いいじゃないですか。ちょっと変だけど。こうかな。あ、いけた。あ、いいじゃん、いいじゃん。よかった。はいはいはい。よかった。はい。じゃあ、どうですか、はい、これで。鳥です。今回は。いいと思いますよ。なんか羽が虫っぽいのがちょっと気になるけど。あんまね、その、バッサバッサする感じの羽はなかったんだよね。ああ、はいはい。鳴き声すごいです。はい。いや、よし。何の意味があるんですか。これ羽ですか、本当に。羽だよ、これ。引き出物じゃないの。ほら。ほら。ほらじゃないよ。よし。まあまあ。いっか、これで。あ、はい。あ、尻尾はやっぱ外せないんですね。よかった、でもなんか内股じゃなくなって。いますよ、これね。見たことないですよ。これ結構いいんじゃない？見た目。はい。いや、いいと思います、ね。本当はね、俺の中では、あの、ドラゴンクエスト5に出てくるような、グレートドラゴンって知ってる？はい、ああ、はいはいはい。あれ好きだったんだよね。だからあれにしたかったんだけど、なんか。ってこれ、違う。俺なんか、なんだよ、ね、あの、僕の共有してる画面だと、作成時の色がわかんない。こんななんか、ナスみたいな色でした？こいつ。いや、あの画面だとね、見えないのよ。俺もね、出来上がってからね。はい。この、あ、こんな感じなんだって。ナスではないわ。割ったナス。半分に割った、ナスみたいな、色でした、こんな。あ、でもなんか、なんかいい感じじゃない、うん、なんか走り方女子高生みたいですね。女子っぽいよ。そうです、なんか急に。あの内股状態だったらめちゃめちゃキモかったんだろうな。喜んでる。行くよーって。
はい、お前も行くよ。はい、はい、試着していくよ。おお、慣れたもんですね。結構やってるんだよね。でもこい、ね、こいつ手がないけど、ちょっと待って、ちょっとなんか、はいはい、かわいい。かわいいよね。今回はかわいい。